はい、こんにちは、道具屋おやじです。いつも LH チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は名人に聞けの第2弾です。先日紹介で32センチの尺岩のを釣られた、さつき大輔さんに来ていただきました。はい、はい、こんにちは。さつき大輔さんはしょっちゅう紹介に通っておられますけれども、今シーズン もうだいぶ尺岩のを釣っておられるそうですが、今回のもなかなかいいサイズでしたね。いやもうちょっとね大きいやつも。おー贅沢言ってもしもし大きいのいるんですか。ところで秘密ですか。大体何センチぐらい。40センチぐらい。まあそうですね、1回だけ見ました40センチをね。うん、見ちゃった。見ちゃいましたね。まあ消化っていうのはそういうところですよね。そうですね。見ちゃうと燃えちゃいますね。ああそうですね、燃えちゃった。もうね、でかけた。夢夢出てきますね。ああ一回かけました。一回かけた。バラしました。まあバラしたの、外れたの。外れました、ね。ああ残念でした、ね。そいつはきっとオーラのところにそのうち来るでしょう。はい。で今回は32センチのイワナを釣ったのはまず竿がスコットの。はい、GS の9フィード5だそうです。はい。で、ちょっと渓流としてはねオーバータックルに思うんですけど、どうしてこういうその9フィードの5番っていうごっついタックルを使っておられるの。一つはですね、こうどうしてもナチュラルに流したいので、距離を、流す距離を流すもんね、うん、ある程度距離を打っていくわけだ。そうです。あだからできるだけ遠くから打ちたい。なるほど。ホラのようにこうせこいちょこちょこちょこはやらないので、ね、やりますよ。ピシッとやるのね。やりますよ、はいはいはい。たまにはダブルハンド欲しいなと思いますよね。でじゃあこれはあれなんだ、こう本流だけじゃなくて、まあ消化の小さい支流でもこういうのを使ってるわけだ。ね、触れればできるだけ遠くから。うん、ああなるほど。遠くから2つ上の落ち込みぐらいから、うんうん。ああなるほど。あそういうことね。うん。本当は違うんですよ。本当はこれででかい魚をかけてパワーに負けないように9フィートの5番使ってるんでしょ。それもあります、ね、あそれもあるね、じゃあ理由が2つあるのね。そうです。遠くから投げるのと大きい魚が出てきてもパワー負けしないの。止めれるっていう。あ、うん、実際ね、うん、まあ40とか50とかでかいのもいますから、す、ね、3番とかだとねちょっとパワー負けすることもありますわな。うん、それでこういう9フィートの5番使っておられるのね。でじゃあラインはダブルテーパー、それともウエットフォワード。今は、ウエットフォワード、エントのままやっちゃってますね。あ、そういうことね。そうするとちょっとウエットフォワードだと結構打ち返しの時は辛くない。そうでもね、辛いですね、うん、だけど、うん、どちらかっていうと、うん、でかい縁とかね。あなるほど。やっぱり遠投したいですね、うん、あそういうことね。で、じゃあ竿はそれで OK で、リーダーはいくつ使ってますか。リーダーはだいたい今は10フィートか12フィートですかね、うんうん、太さは 6X、5X あたりですね、うん、まあ大体 6X 多いですね。ああそれはイブニングでも 6X 使うの。そうですね。ああ、どうして。一つはだからナチュラルに流したいっていうのと、うんうん、あと白髪の中入れた時にですね、うんうん、短いとどうしてもね、うん、ドラッグかかってる。ああなるほど、うん。自分が気がつかなくてもドラッグかかっちゃう。そうだね。目に見えないドラッグ結構ありますからね。そうそう。あとは早合わせしない。いいこと言いましたね。これちなみにあれ、まあ、大きいやつは早合わせするとダメですか。はい、早合わせの時にかかる時もあるんだけど、がっぷり行き過ぎても まずいんですけどね。歯で切られちゃう。ああなるほどね。うん、まあその辺がちょっと僕も何とも言えないです、うん、まだそんな上手くないですか。いやいやいや、ただ大きい罠やヤマメやマゴトやっぱりお騒がせのがいいよね。そうですね。あんまり早すするとね、抜けちゃうもんね、うまく合わないから。だからちゃんと出てきて頭がグッと下に入ってから合わせるぐらいちょうどいいですよね。あともう一つはウェットをやるときに、うん、そのままウェットに入れる、うん、あそういうことね、うん、なるほど。そのままウェットだそうです。そう、はい、途中で先端だけ切ってね。ああそういうことね、うん、やれちゃうっていうのがあります、ね、あなるほど、うん、分かりました。でじゃあその長いリーダーは、うん、ティペットをつけずにそのまま直結ですか。直結ですね。ああなるほど、うん、はい、直結にするのはやっぱり強度とかも考えて。そうです。ああどうしても結び目作ると、うん、そこで弱くなるってこともありますもんな。そうなんです。だからちょっともったいない気がするかもしれませんけ ど、うん、できるだけコブができちゃったりしますから、ね、うん、そこはもう全部チェンジ、うん、
ね、丸返し弱くなるもんね、うん、コブできたままイブニングやっとってさ、うん、大きいのかけるとやっぱりそこから切れちゃうことが多いんで、そうやっぱり嫌だわね、うん、25センチぐらいでも切れますよね。わかりました。それからフライは今回はなんとアダムスのクラシックを使われたそうで、これで、はい、マイドアリーですね、クリー使って、うん、あこれすごいね本当に、ね、マテリアルがすごいいいですね、うん、はいはい。でアダムスクラシックはおかげさまで大きいのが釣れるフライですけども、うん、これあのイブニングで使ってるの、それとも日中 もう使ってるんですか。日中はねあんまり使わないです。ああなるほど。日中はアントとかそういう、うん、ああ、うん、じゃあ変えてやるのね、途中でね変えますかね、うん、で、じゃあ通常はアントの半沈みとか それから胸赤の半沈みとか、そうです、ね、ロイヤルコーチマンの半沈みとか使ってて、うん、そうで夕方になるとこの子に変えてやるのね、うん、その子か、キハダのちょっと、ああキハダね、でこの子に変えてやるタイミングっていうのは、うん、だいたい夕方の5時ぐらい6時ぐらい、ね、早いと、まあ、天気にもよるんですけど、うん、5時、うん、5時ぐらいね、6時ぐらいからですかね、うん、あじゃあもう例えばあの太陽がちょっと西にかけて、ね、ちょっと周囲がなんとなく光量が不足してきたらもうこれに変えてあげるのね。そうですね、うんうん、これだけど見えます。勘です、うん、勘なのね。あ、うん、あなるほど。でも勘合わせっていうかこう魚がこう出てきて、うん、こうなんていうかな、見えなくても合っちゃうでしょ。あのね、うん、あの合わせてみますね一回。あ、うん、あの多分ここだろうっていう、うん、まあ、距離とかそういうのは大体、あなるほど、暗くなればなるほど詰めれるので、うんうん、あそういうことね。まあ、真上に竿を持ってっていいのかどうかっても微妙なところですけど、うんうんうん、ね、あの夕方でもやっぱり竿の影とか本当は隠した方がいいんでしょう。そうと思います、ね、うん、だからできるだけ皆さんねそうやっておっしゃいますね、甘い方は。あその方がいいよね、うん、でまあ、今回はね、このアダムスクラシックで釣られたそうですけれども、おかげさまでね最近これよく売れるんですけれど、まあ光の量によってはもうちょっとそのポストをね見やすいのに工夫されたとか、うん、そういうのもね、あのうち VSOP というイブニング専用のやつもございますけれど、ね、うん、まあ、だんだん自分は老眼なのでね見にくいものですから、あのそっちに変えることもありますけどね、うん、あとそのシャクイワナとかでかいやつを狙うときに何か気をつけてることってありますか。ですね、あの魚の出る位置、おお、大体想像してた、おお、大体この辺りから出てくる。ああで、うん、白の、まあ、流れのきついところでも、うんうん、割と際、うん、その本当にピンスポットっていうか、うん、小さな流れのない、反転してるところとかね、うんうん、そういうところに置けれたら置いた方がいいと思うんですよね。フライをね置くんだそうですよ、うん、そうです、ビシッと投げるんじゃなくて狙ったところにフライをポンと置くという、うん、これが大事だそうで、普通に投げてるだけじゃやっぱりダメか、ね、そうですね、その日によっては違うんですけど、うん、同じポイントでもね、うん、流れ方変わるから、うん、だからその長時間、まあ長時間とか表現おかしいですけど、あの何秒間でもね、たとえ 2,3 秒間でもとどめておけれると、うん、とどめておけれるように、あできるかどうかだと思うんですけど、イブニングなんかでもやっぱり、うん、あのちょの何ていうかな、岩盤、うん、壁ギリギリとか、ギリギリとかね、そういうとこ狙うわけ。狙いますね。ああやっぱり、うん、そういうところはふーっと出てくるわけだ。出てきますね、うん、じゃあ普通にポンと投げてこうやって流してくるだけじゃやっぱりダメと。うん、あの往々にしてそうですね。ああ、あの反転に割るところがある、あ、おすぐに出てこないですもんね。来たぞ、イブニングでも薪を狙うわけですか。えできるだけ巻く、ぐるぐる巻いてる、巻いてるところ狙う。ああ、そうするとそういうところからぬっと、そうですね、ぬっと出てくる、うん、白髪のところとかね、溜まってるところとか。そうするとやっぱりそういうところ狙う場合はイブニングでもやっぱりリーダー長い方がいいよね。やっぱり短いとすぐドラッグかかっちゃうからね。あ、そこら辺がポイントだそうです。まあしかしよく釣るねあんたね。いやいや本当に、まあ、まあ今シーズン多分100本ぐらい釣るでしょう。いやいやいや、ということで今日は、はい、先日、ショーカーで32センチのシャクイワナを釣られたさつき大好き様に来ていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。それではどうぞ釣れますように。ありがとうございました。